加藤氏、津八は JRA の美穂トレーニングセンターに所属する元騎手で現在は調教師。父は加藤和弘調教師。弟は小島太志旧社で厩務員をしていた。1985年2月2日、和弘の長男として誕生する。この年、父、和弘はシリウスシンボリで東京優勝を制し、口取り式では、 馬上で生後4ヶ月の出発を抱いて望んでいる。2003年 JRA 競馬学校19期生、三北国枝久し久社の所属騎手としてデビュー。父、和弘も当時現役騎手であったため、親子騎手として当時のメディア等で話題となった。なお同期には、石橋治、長谷川博大、松岡司会、佐久間博士、南田正明がいる。 初年度に7勝を挙げたものの、デビュー3年間の勝ち倉は19勝という結果に、終わり、見習い機種の金量源を解かれた2006年以降は、徐々に騎乗数、勝利数ともに、減少の一途をたどる。この間、2007年や秋には、アイルランド、イギリス、フランスにて、自主研修。2011年10月29日には、中国、 湖北省の武漢競馬場で行われた機種招待レースに起場、JRA 所属機種として初の中国競馬起場を記録などもあったが、国内競馬では2009年以降は未勝利と低迷が続いた。また2009年より起乗機会を増やすべく障害競争への起乗も行われたが、通算7000未勝利と成果は出ず2011年より平地2000年となるも、平地。 障害双方で突起すべき実績を上げることはなく、2011年12月31日をもって騎手を引退。引退後は、父の和弘旧社で、調教助手を務めていたが、2017年12月7日に発表された JRA の新規調教師試験に合格。2018年3月1日付で、調教師免許発行となる。 2019年3月1日付で旧社を開業した。ありがとうございます。